石崎匠は、福井県福井市出身の元、プロバスケットボール選手である。ポジションは、ポイントガード、シューティングガード。188センチメートル、85キログラム。2000年に、北陸高校に進学。3年生時の2002年茨城インターハイで優勝。ウィンターカップでは竹内兄弟をする楽南高校に、僅差で敗れたものの準優勝。二千三年。 東海大学に進み、同期の竹内ジョージらと共に、全日本大学バスケットボール選手権大会連覇を達成。2007年、東芝に入社。ルーキーシーズンより主力として34試合に出場。オールスターにも2期連続で選出されている。2009年に、バスケットボール男子日本代表に選出される。2010年3月に、東芝を退社し、 ドイツの株リーグに挑戦したが、契約はできず、日本に帰国して、日本代表に途中合流した。同年8月30日、b j リーグ入りのために必須となる合同トライアウトを受験していないが、日本代表選手でもあるため特例措置として、リーグ保有選手扱いになり、入札により、島根スサノーマジックに入団することが決まった。これまで、 日本バスケットボール協会と対立していた BJ リーグには現役日本代表選手がいなかったが彼がその第一号となった。なお2011年のドラフト対象となる。この件に関する BJ リーグからの事前の告知等は一切なく島根との契約が締結され、すべてが終わった後になってからすべてが発表されている。2010年度年間ベスト5章に BJ リーグ所属選手初の選出。2011年ドラフトで島根に全体6位で指名される。昨年同様欧州への挑戦を表明しており、部長に終わった場合に再契約を結ぶ見込みである。その後、ドイツリーグ2部の BV ケムニッツ99と契約。2013年、ドイツ1部リーグの MHP リーゼンルートビヒスブルクと契約。10月6日、 一部デビューを果たした。シーズン系で7試合に出場。NBL2014 から15シーズン開幕後の2014年10月に、三菱電機に加入した。2016年に、NBL と BJ リーグが統合し、プロバスケットボールリーグ、B リーグが発足。三菱電機もプロチームである、名古屋ダイヤモンドドルフィンズに生まれ変わる。2016年から2017年シーズン。 名古屋 D では首相を務めた。しかし、2017年オフに、三菱電機時代から過ごしてきた、名古屋 D を退団。琉球ゴールデンキングスへ移籍する。大学3年生時2005年ユニバーシアードに出場。東芝加入後にも2007年ユニバーシアードに出場し、ベスト4。2009年、バスケットボール男子日本代表に選出され。 小牧市で行われた東アジア選手権で3位。中国、天津で行われたフィバアジア選手権は負傷のため、外れた。12月、香港で開催された東アジア競技大会に出場。2010年は、レバノンのベイルートで開催された2010年フィバアジアスタンコビッチカップで準優勝。杭州アジア大会では4大会ぶりのベスト42時に貢献。2011年は、 南京で開催された東アジア選手権で準優勝。武漢で開催されたフィーバーアジア選手権は7位。2014年3年ぶりに代表に復帰し、フィーバーアジアカップで6位。新川アジア大会では4大会20年ぶりの3位入賞に貢献した。ありがとうございます。